どうも、面白ひげメガネです。今日はですね、僕が小学校6年生の頃から大好きなバンドであるビーズのですね、最高のアルバムの8曲目を、5つ挙げたいと思います。ね、8曲目でございます。なんでそもそも8曲目なんだと、思うと思うんですけれども、そんだったら1曲目にしろって思うと思うんですけれども、まあ、最高のオープニングっていうテーマで、まあ、ちょっと前にやらせていただいたっていうのもあるのと、まあ、あと8曲目って、すごい中途半端な位置じゃないですか。で、その中途半端がゆえに、まあ、これ、まあ、勝手なイメージなんですけど、実際、いろいろ見て検証したわけではないので、なんとなくのイメージでしかないんですけど、結構どんなアーティストでも、8曲目あたりって、捨て曲が来がちというか、まあ、捨て曲があるタイプのアルバムだったら、なんとなくなんかそのあたりに捨て曲が来てるようなイメージがなきにしもあらずなので、なので、あえてこの8曲目っていうところで、その中でもいい曲っていうのをちょっとビーズの中で上げていこうかなと思ってまして、まあただビーズのアルバムに関しては、まあ8曲目に捨て曲がよく来てるかっていうと、なんかどちらかというと、まああるとしたらもうちょっと後の方かなっていうイメージはあるんですけど、まあただちょっと今回は、8曲目で行かせてください。まあ8っていう数字が単純に好きっていうのもあるんですけど、で、まあ、ビーズの過去のね、これまでの、オリジナルのスタジオアルバムの中の8曲目っていうのは、まあ、すごいたくさんあって、まあ、今、画面にバーッと出てると思うんですけど、これだけたくさんあるわけですよ。で、これだけたくさんある中で、で、まあ、一応その8曲目にもし、シングル曲が来た場合は、それはちょっと、反則と見なします。なので、もう、純粋なアルバム曲の8曲目の、素晴らしい8曲目を5つ挙げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、ビーズの最高のアルバム8曲目、まず1曲目はこちらです。はい、アルバム The Circle に収録されている8曲目のサンクチュアリーですね。はい、サンクチュアリーという曲がね、この曲が8曲目に入ってるんですけれども、まあね、このサークルというアルバム自体が、まあ、全体的に結構そのエスニックな感じの雰囲気漂ってる、まあ、ビーズのアルバムの中でもちょっとまあ、毛色の違うタイプのアルバム、個性的なアルバムではありますけれども、まあそんな中でこのサンクチュアリーという曲もまさにこのザ・サークルのね、このイメージをまあそのまま行くような感じのちょっと神秘的な感じの曲で、もタイトルからしてまあそんな感じの響きの曲ですけれども、まあこれがね、本当にね、もうほんと8曲目の分際ですごいいい曲で、まあ結構がっつりとしたハードロックの曲ではあるんですけど、まあその静と動のバランスがその素晴らしいというか、静かな感じのイントロと A メロがあって、で B メロでちょっとこう勢いが増してきて、もうサビでガーンと、その世界観をね、ぶつけるみたいな、そんな感じの曲で、まあなんかね、このアルバム自体がその13曲入ってて、まあまさに結構真ん中あたり、ど真ん中あたりに入ってる曲なんですけど、まあ前の曲が睡蓮で、その後がフィーバーに繋がっていくわけですけど、なんかね、ほんと流れ的にほんと睡蓮までが前半で、フィーバーから、アルバムのクライマックスに向けて、展開していくみたいな感じのイメージがあるので、なんとなく。なんかそのほんと中間のなんかつなぎとして、なんか、このアルバムのね、こう、展開をこうキュッと変える役割として、とてもいい役割を演じてくれているなっていう気がするんですよね。だから結構そういう、なんか別に、つなぎ的な感じでね、なんか別に、かもなく不可もない曲を持ってきても別にいいとは思うんですけど、このサンクチュアリに関してはね、すごく、このアルバムの中でも個人的にはまあ上位ベスト5ぐらいには入るぐらい好きな曲だったりするんで、8曲目だからって、侮るんじゃねえぞ、みたいな名曲でございます。サンクチュアリ。ね、ぜひ聴いてみてください。続いて、ビーズの最高のアルバム8曲目。続いてはこちらでございます。はい、アルバムマジックに収録されている8曲目、マジックでございます。はい、もうまさにタイトル曲ですね。マジックという曲なんですけれども。まあ、当然なんですけれども、やっぱアルバムのね、そのタイトルにもなってる曲が来てるので、まあ、
それはまあ力入るのも当然なので、いい曲じゃあいい曲、それはまあ当然だろうと、当然って何回言うんだよって話ですけど、まあ当然やっぱいい曲なんですよ。まあまあでもそれはね、反則とはみなしません。これもアルバム曲の一つですから。で、まあこのマジックなんですけれども、まあ非常にね、ヘビーな感じの曲で、まあミドルテンポの曲なんですけど、すごいこうヘビーなハードロックサウンドの中で、この稲葉さんのね、ブルースハープがとてもかっこいい響きを見せてくれる曲なんですけれども、まあ本当にね、名曲ですよ、これは。これもだから13曲入りでアルバムのど真ん中ぐらいに来てるんですけど、なんか、これが本当真ん中に来てることで、なんかアルバム全体をこうキュッと締めてくれてるような、なんかそんな感じの印象を受ける曲で、まあなんか言ってる、歌詞でね、言ってることに関しては、なんか、一部と全部とちょっとなんか似たような感じのことを言ってて、まあ恋愛関係なのか何なのか、まあね、その、最初の情熱みたいのはあるけど、なんかある程度の期間過ぎたらなんかやっぱ冷める時期っていうのが来るわけじゃないですか。で、その時期になって、いや、これはもう終わりかなって思いがちだけど、いや、待て、そっからだぞと。そっからが勝負だと。そっからさらになんか相手のことを知っていくことによって、また何か新しい発見は絶対にあるから、その我慢の時期は乗り越えていこうよみたいな、多分そんなことを言ってると思うんですけど、なんかそれはね、本当に大人になった今だからこそ共感できるというか、なんか結構いろんなことに対して言えることだなって思うんですよね。だからなんかそういうところを含めて、なんかこうマジックという言葉を選んだ稲葉さんのなんか独特のセンスを感じる曲だなぁなんていうふうにも思ったりするんですけれども、まあでもね、これは本当にライブでもすごいかっこよかったし、まあこのラ・マジックという、アルバムを本当に象徴する一曲だと思うので、もう本当に8曲目とはいえ、侮れないというか、まあアルバム対局、タイトル曲なんで、まあいいのは当然っちゃ当然なんですけど、とてもおすすめの曲でございます。当然。続いて、ビーズの最高のアルバム8曲目。続いての曲はこちらです。はい、セカンドアルバム、オフ・ザ・ロックに収録されている8曲目の、オー・ガールですね。はい。まあ、オフ・ザ・ロック、まあ、セカンドアルバム、オフ・ザ・ロックなんですけれど、まあ、これはですね、ちょっと以前、別の動画で報告させていただいたんですけれども、実は僕、相当昔に、オフ・ザ・ロックというか、まあ、初期の3枚に関しては、レンタルをして聴いているので、それ以降買ってないんですね。なのでちょっと今ここにはエアーオフザロックをちょっと用意させていただいてるんですけれども、ちょっと実物がないものでして、ただまあ内容は一通り聴いてるので、オフザロックの8曲目に収録されているオーガールという曲をちょっと今回上げさせていただいたんですけど、まあこれはね、ビーズのファンの人だったら基本的に知らない人はいない曲だと思います。非常に人気の高い曲なので、だから多分初期の曲、だから、ね、初期3枚に関して言ったら多分オーガールが多分一番人気ある曲なんじゃないかなと思うし、やっぱ本当今でもライブの定番曲になってるぐらいの名曲なので、まあだからそのいわゆるね、ビーズのなんか王道的なハードロック曲っていうわけではないんだけど、まあ非常にこうアップテンポで、すごいなんかこうポジティブなエネルギーに満ち溢れた曲ですよね。なんかすごい明るい気持ちになれるというか、ギターソロなんかも素晴らしいし、メロディーも素晴らしいし、アレンジも素晴らしいし、で、まあやっぱその、オフ・ザ・ロックのね、そのオリジナルのアルバムバージョンも素晴らしいんですけど、やっぱこの曲は本当にライブ映えする曲だと思うんで、なんかやっぱね、ライブで見てこそな感じがしますね。オーガールに関しては。やっぱ回数やられてるだけあって、まあ、僕も実際この曲一番最初に好きになったのはライブ映像の Just Another Life っていうやつを見させていただいて、そこでオーガールやってるのを見て、あ、素晴らしい曲だなって思ったのが入りだったんで、まあ、この曲はね、本当に分かりやすい曲でもあるし、なんか本当、別にハードロックっていう音楽そのものにちょっと抵抗があるような人でも、結構ポップな曲としてね、ビーズのポップな一面として楽しめる曲なんじゃないかなと思うんですよ。
だからね、まあ本当昔レンタルして聴いたアルバムなんで、その前後の流れとかはあんまりちゃんと覚えてないんですけど、ただ単純にその8曲目のクオリティとして、オーガールはもう本当素晴らしいなって思うので、まあこれはね、これは多分まあ本当共感してくれる人多分多いと思うんですよ。ビーズのファンの人はね、オーガール好きな人多いでしょう。まあもしまだね、聴いたことないっていう方がいたらぜひとも聴いてみてください。こちらのね、アルバムオフザロックに収録されております。続いてビーズの最高のアルバム8曲目、続いてはこちらです。はい、アルバムニューラブに収録されている8曲目の恋ガラスですね。はい、まあまずちょっと確認なんですけども、これ恋ガラスで合ってますかね、読み方。ちょっとあんま自信ないんですけど、一応ま調べたんですけど、なんかあんまり情報出てこなくて、これは読み方合ってんのかな、恋ガラスで。ちょっと聞き慣れない言葉なんで、あれなんですけど、もしご存知の方いたら教えてください。まあ、とりあえずここでは便宜上、恋ガラスと呼ばせていただきます。間違ってたらめちゃくちゃ恥ずかしいですけど。まあまあ、この曲はね、そのニューラブの、まあこのニューラブも13曲入りの曲で、まあ恋ガラス本当にちょうど真ん中あたりに入ってる曲なんですけど、まあ前も別の動画で言った通り、ニューラブに関しては僕ちょっと買うのが遅れてたので、今まさにタイムリーでハマってるアルバム、聴き込んでる最中のアルバムっていうのもあるので、まあ若干、まあその、タイムリーっていうのもちょっと含まれてるかもしれないんですけど、まあこのアルバム自体のなんか全体的な印象としては、なんとなくこう、なんだろう、いい意味で力の抜けた感じの印象を受けるアルバムなので、そんな中でまあ恋ガラスもなんかそんな感じの雰囲気の曲で、なんかビーズの中でなんかそれほどこうインパクトが強いっていうわけでもない、個性的というわけでもない、なんか割とこうね、まあビーズ、まあいろんなタイプのビーズらしい曲ってあると思うんですけど、その中の一つのなんかこう王道を言ってるような、そんな感じの曲のような印象を受けるんですよ。なのでなんかこう10年後20年後とかにこの恋ガラスがビーズの中の最高の名曲として語り継がれてるかって言ったら、なんかそうはならないような気はするんですけど、ただインパクト、一発のそのインパクトというよりは、なんか本当にね、飽きないタイプの曲のような気がするんですよね。まあ、実際ももう僕これ何十回か聴かせていただいてるんですけど、まだ全然飽きる気配がないし、なんかほんとこう、一発のインパクトというよりは、なんかこう、味わい深いタイプの曲というか、スルメタイプの曲というか、なんか気づいたら、ね、飽きた曲一曲一曲省いていったとしても、最後まで気づいたら残ってるみたいな、なんかそんな感じの曲のような、イメージというか気がするんですよ。まあ、このアルバム自体まだ僕自身その聴き込んでいる、ハマっている最中のアルバムではあるので、恋ガラスに関してはまだ飽きずに聴いている最中なので、本当の価値はまだ見出せてはいないところではあるんですけど、まあ、本当にその最後まで飽きるまで聴いてから多分その曲のね、魅力っていうのは最大限わかると思うので、まだちょっと測りかねている部分はあるにはあるんですけど、ただ現時点でとても素晴らしい曲だなって思っているので、ちょっと上げさせていただきました。さあ、そしてビーズの最高のアルバム8曲目、最後はこちらでございます。はい、アルバムブラザーフットに収録されている8曲目の流れゆく日々ですね。はい、流れゆく日々という曲があることを皆さん忘れてませんか？ファンの皆さん、流れゆく日々ですよ、本当にね。まあ、このね、ブラザーフットという、まあ、このね、ブラザーフットというアルバム自体、まあ、曲数もそもそも他のアルバムと比べて少ない方で11曲しか入ってないんで、まあ、8曲目はまあ、割と後半の方になってくるんですけど、まあね、皆さんご存知の通り、このブラザーフットというアルバムは、ビーズのアルバムの中でも結構とっつきづらいタイプのね、アルバムで、かなりこう、ロックをしている感じの、なんか J-POP っぽい感じではないアルバムなので、まあ、そんなブラザーフットの中でも、この8曲目の流れゆく日々に関してはね、なんかさらにとっつきづらいというか、尺も長いし、ね、ほとんど後半はもうギターソロだけになってくるし、なんかね、本当になんか現代の
日本のポップスっていう感じの曲では全然ないので、全く売れるタイプの曲ではないので、本当になんか70年代のなんかこう土臭いアメリカンハードロックみたいな、なんかそんな感じのね曲なので、ちょっとこうビーズの中でも特殊な感じのイメージのある曲ではあると思うんですけど、ただこれもね、まあ先ほどの恋ガラスもそうですけど、なんかこうドカーンっていうインパクトがあるというよりは、なんか本当に聞き込んでいけば聞き込んでいくほど味わいが増していくタイプの曲だと思うんですよ。でね、これ僕実際本当に最初は良さ全然分かんなかったんですけど、やっぱ何回も聞いていくうちに、まあボーカル、前半のボーカル歌入りの部分も素晴らしいんですけど、まあでももっと素晴らしいのが後半のギターソロですかね。まあ、これはまただから松本さんのギターソロの中でもね、なんかこう松本さんらしいかというとそういうギターソロではないと思うんですけど、だから本当にね、先ほども言った通り、なんか70年代のアメリカンロックっぽい感じのね、だから本当にこう日本のポップスを普段主速で聴いてる人はまあ馴染めないだろうなっていう感じのイメージではあるんですけど、マジックじゃないけど、なんかこう飽きそうになってもなんかもうちょっと頑張って何回か延長して聴いてみてくださいっていう、そんな感じの曲ですよね。そうすればどんどんなんかこう味わいが増していくタイプの曲なので、なんかね、ビーズの中でもなんかこう屈指の分かりにくい曲のような気はするんですけど、これはね、好きになってしまうと実はすごくいい曲だっていうことに気づくので、これはね、ぜひともなんか改めて再発見されてほしいななんていうふうに思う曲の一つではありますよね。まあでも8曲目だよな。いや、この曲はまあブラザーフットに入れるのも当然だし、8曲目に配置するのもなんか当然な気はしますね。なんかほんとこの位置じゃないとダメな気はするな、なんとなくですけど。はい、というわけで、ビーズの個人的に最高だと思うアルバム8曲目をですね、5つ挙げさせていただきましたけれども、まあどうですかね、まあおそらくなんか本当にアルバム8曲目ランキングみたいなやったら、まあファンの人の間ではまあなんとなくオーガールが1位になるんじゃないかなっていうイメージはありますけど、まあね、あんまりなんかこうこの8曲目いいなみたいな、8曲目としていいなみたいな、なんかそういう聞き方はなんかあんまり普段しない気がするので、まあ僕もこれでなんかいい企画ないかなっていう、そういうことを考えてもしなければ普段そういう風な聞き方はしてなかったので、まあもちろんそのビーズに限らず、これから世の中のいろんな8曲目にね、注目しながら聞いてみてもいいんじゃないかなと思います。というわけで面白ひげメガネでした。